2つに分かれている河川のもう1つ、左手側ですね、向こうの有馬温泉の方から見て、有馬川、ねね橋と書かれてますね。こちらに、河川水門会式団発電をまず1門、上流までたどって行ってみます。次、六甲川と書かれてますね。万年坂とも書かれてます。次の橋ですね。まあ高低差がね、だいぶ坂登ってきたんでかなりあります。まあこちらの方に、一門ですね。河川自体はまあこういう風な形状ですね。まあもうちょっと上流まで行ってみます。大分河川あちらの方からまあ登ってきたんですけども、太閤の湯の、裏手のところですね。ちょっとね、もう多分これぐらいでもう一門本当はいるはずなんですよね。で、河川の底とかだいぶ綺麗にしなきゃならないんですね。木切ったりとか草を、刈ったりだとかですね。もうちょっと上まで行ってみます。あ、こういう坂を登ってきましたんで、結構ね、河川自体はまっすぐなので、例えば20センチ ×20 センチの、まあ、地下水流トンネル型のようなものをね、敷いておいて、実際その中で回転扉はシャフトの軸の部分が数センチあって、遊びの部分を開けておかないと接触してしまう可能性があるので、だから片側のその回転扉の面積が 7.5 センチ ×7.5 センチ、まあ大体それぐらいになると思うんですね。で、上の方から圧力がかかるような形でまっすぐ敷いておけば、あの貯水しているところからの出口をね、そうすれば通常時はそれで安定して電力を得れると。しっかりとギア比つけて、ある程度上流のところで結構水が貯水できたらね、そのストレートの あちら横から水出てますね。合流してるような形ですね。ある程度のところで、まあ、あちらの橋かな、あちらの橋のところで水門もう一門ですね。で、ちょっと待ってくださいね。現場見に行って確認しますんで。まあ、こういう橋があるんでね。あ、こういう形になってますね。下はね、結構この辺は整備されてますね。ただ向こうの方は多分全然整備されてないと思いますね。だからここに門を作っといてかな。高さここだったらもう あの辺あたりまでですね、水溜めれそうな。だから道は結構ストレートに作れるはずなんですよ。ストレートに作らなかったら発電力、上がらないですから、あと水圧だから貯水量だから、ちょっとね、まっすぐな道をまあやや斜めでもいいからできるだけ直線で引けるようにして、まあ斜めに加工、河川の底を加工するような形ですね。それで真ん中というか、まあその一直線の道のところに基本的にまず水を集めて回転扉が回るような形にしておいて、その回転扉の地下水流トンネルの回転扉の一番上のところに門を置いておくと。で、そこから水が抜けていくような地下水流トンネルのところだけを、その水を抜けていくような形にしておいて、平常時大雨の時は門を開けますよ。で、水圧ができるようにできるだけかかるようにしておきたい。だから門の高さは結構いるっていうことになりますね。だからそのあたりとかも加工すれば、
その奥の方も結構高さありますね。まあ全体的な構想としてはそういう形ですね。まああの水の流れがまあ大体のヒントですね。だからまあ20センチ ×20 センチでも回転扉の一つの羽の部分は 7.5 センチ ×7.5 センチぐらいだからちょうどいいぐらい。一回水溜めてしまえば後から継ぎ足すような形になるんで、まあなかなかカラーになることは何時間も経過しなきゃならないと思います。もうちょっと上流まで見に行きますね。先ほどのところからまあちょっと登ってきました。まあ100メートルぐらいですかね。で、これが上流部のところですね。まああの辺りに門を設置したいところですね。で、まあ斜めに地下水流トンネル発電、まあ距離にして10メートルぐらいですかね。でそこも綺麗に仕上げたら、あちらから奥はね結構なだらかになっていそうなので、奥の方まで貯水できそうだから、それは結構良いとは思います。いや、まああそこにもう段ありますね。まあけどそこにその両横の駐車場のところぐらいのところの高さまでの門だったら、あそこの上の先の方まで貯水できそうですからね。ちょっと向こうの建物の奥の方のところまで行ってみます。だいぶ上流の方まで来たんですけども、もう河川がどこはどうなっているかもうわからないですね。まあ、あちらの方に、まあ、水が少し流れてるのが、まあ、見受けられるぐらいですね。先ほど指定した地点のところまで、あとまあその下に、まあ、どこかから入っていけたらいいんですけどね。そうすれば一番上のところで門作ってしまえば、その下の方のところの河川の、草木とかを掃除できるじゃないですか。水止めておけば木を伐採したりとかしやすいですからね。だからこの辺でどこかに門最終的な門を一門作りたいところですね。だいぶね傾斜がすごくて、今クモの巣にかかった。まあ、倒木とかいっぱいありますよ。ここまで撮影してきた河川の中で、まあ、朽ちてる木とか倒木とか竹の林とかすごいたくさんあります。ちょっと危険かな。歩いて降りていったら危険そうなので、まあ河川の方、設置したところから上に歩いて上がっていった方がいいかもしれないですね。晴れてる日に長靴で。で、門を設置するような形。だから上の方だから、横幅あんまりないと思うんですよ。絶対5メートル以内だと思いますよ。場所によって河川が狭くなりますから、そこに、門を設置すると。まあそういう形ですね。もう上の方はどうなってるかわからないですね。だから本当にもうこの辺まで来たら、両サイド、そのホテルとか何も旅館とかはないから、ある程度のところでもうダム化するかですね。この辺の上のところまで、石積み上げて、ダム化、奥の方まで水が溜めれるように。それで貯水量を上げるとか、まあそういう方法ですね。もうこの目の前の木もすごいですね。ものすごい大きいですよ。まっすぐな木すごいですね。まあこういうところも今水全然流れてないですけど、雨の日流れてくるんでしょうね。まあちょっとだけは流れてるっちゃ流れていますが、まあこの辺のところ何か公園みたいなものを作ってますけどね。だいぶ上の方まで上がってきてるんで、まあだいぶといっても1キロぐらい登ったかな、2キロはないかなぐらいのところですからね。まあ簡単に誰でも、駅からまあ登れますよ。まあただこういうところに公園作ってももう人の気配が全然ない。まあ駅の周りとかはね、海外のお客様も、結構来られていました。喋ってる言語でわかりますね。まあ、これぐらいにして、有馬温泉の上流部の撮影、終了したいと思います。以上です。